家が落ち着く、実家が落ち着くぜ。そういうもんだよな、やっぱな。日々の疲れをな、やっぱ癒すには実家なんよ。家、おう、家、ところで勇気はまさかだよな、その通りだよ。まさかこんなメッセージいきなり被るとは思わなかったな。こっちの方にメッセージがね、ちらっと見えたんだけど、すごいぞ。3つも並んでるわ。これなんだろうな。兵器、王兵器、そしてタコ殴りを、アーマードコアの俺が開けた動画だな。ダブルナッコーの動画だ。ありがとう。見てくれてんだな。嬉しいな、やっぱな。やっぱついてきてくれてんだな、アーマードコアまでな。これは兵器、王兵器、そして飛び道具万歳。これいつのやつだろうな。いつのこれ、だいたい使ってるけど、まずーか、どの回だろう。まあ、ありがとう。勇気、王勇気、結婚の予感、これ前見たな、ありがとう。結構あるな。なんか続いてってるな、こっちに。これは恋人、ただしその資格はない。ガゴミだ。あ、ありがとう。池田編の鍵爪編のやつか。ありがとう。その資格はない。そうなんだよ。まだあいつにはその資格はないんだよ、まったく。おそらく勇気。ありがとう。もう一個あったな。そんなバカだ。ああ、勇気よ。しかもこれ池田の武器だ。池田の武器じゃないか、この前俺が使ってた。すごい、カリカリやん。はい、マルチプレイ、グループ合言葉、YNS というものを作ってます。よかったら縁付きのメッセージがね、各所にこんなね、結婚とかもあるんで、よかったら入ってください。楽しいです。さあ、今日はここにいるということは、そう、いよいよですね、リスナーさんからコメントでもらったあのネタを披露するときが来たということなんですよ。こちらのですね、知ってるか知らないかわかりませんが、資金のドレスと、黄金の墓標、これをですね、セットして、戦技を使うとなんとですね、体調不良みたいなのを受けます。見てこれ。ビク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 。しかも体力減ってく。これがデフォルトからの仕様なのか、バグなのかはわかりません。僕には。でもおそらくバグなんだろうね。ちなみになんですけど、資金のドレス脱ぐと、なりません。はい。違う装備にするとなりません。資金のドレスだけなる。はい。これ知ってる？でみんなね、こういうネタがあったら、ぜひコメントください。小技、裏技、小ネタ。全部ね、動画のネタにしていきたいんで、まあ、何か知ってる人あったらください。じゃあ今日はこれでね、じゃあ何をするのかと言いますと、皆さん格闘技の試合とか見たことあります？真剣勝負の1対1。その真剣勝負の時に、相手が体調不良だったら、それ以上戦えないじゃないですか。もちろん。フェアじゃなくなっちゃうんで。ということで、今日は闘技場に行って、私がこの状態になったら、相手は、もしかしたら、手加減してくれるんじゃないか説をね、やっていきたいと思います。まずは開幕行ってみるか。開幕行ってみよう、開幕。開幕。はい。はい。さあ行くぞ！さあ使っていく！あー、体調不良が起きている！体調不良が！体調不良だ！体調不良だ！体調不良が起きている！やばい！ビクビクしている！体調不良が起きている！あー、具合悪い！具合悪い！助けてくれ！薬をください！薬をくれ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 ！死んでしまう、このままじゃ！体調不良が起きているんだ！死んでしまう！ちょっと待って、おい、やめろ。一戦目から取れた感なんだ、やめろ。優しくしてくれたわ、もう早速優しくしてくれちゃったんだけどね、取れた感になっちゃう。あー、吸ってくれ、吸ってくれ、病気を吸ってくれ、病気を吸ってくれ、病気を吸ってくれ、吸ってくれ、病気を、病気を吸ってくれ、病気を吸ってくれ、頼む。よし、吸え。あー、よしよし、そうだ、吸ってくれ。ちょっと待って、これ、成功じゃん。ちょっと待ってくれ、成功しちゃったんじゃん、完全にな。恋人を目指せ。ありがとう。なんかメッセージ変わったな、これ。こっちとか増えてるぞ、絶対。ほらほらほら。サイクルされましたね。まずは一つ。そして結婚。やめなさい、一つの方、特に。やっぱり増えてんな。両手持ちとはな。あー、出た！池田武器、池田アックス。すごいね。2本も持ってんの？すげえな。さすが囲みだな。騎乗戦、やめておけ。やめときなさい。
同意のもとがないとダメだから、そんな勝手に言うのもダメだからね、基本的に。そういえば見張り君いなくなったな。絶望とはな。だからこそ騎乗戦、大騎乗戦。やめなさい女子が。つうかさ、もしかしてすごい有名な技なんじゃないかこれ。よろしく。さあ行くぞ、スポーン。あー具合悪い、助けてくれー、助けてくれー、具合が悪いんだ、助けてくれー、具合が悪いんだ、助けてくれ、審判呼んでくれ、医者を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 、手、いい手を止めるんだ、手を止めるんだ、やるんだ、そうだそうだ、うわーやられたー、やっぱり伝わらなかったー、アホかいな。どうなってんの、勇気万歳、ありがとう。ギリオクラかオクラじゃないかの瀬戸際にいるこの動画、ぶっちゃけギリオクラかオクラじゃないか、あとでちょっと自分で見返してジャッジするけど、うん、ギリオクラか。だからみんな優しくない、汗びとみんな。こんにちは、よろしく。さあ行くぞ、スポーン。あー体調不良が、助けてくれ、そうだそうだ、体調不良がやばい、医者を呼んでくれだからラグいぞ、うわやっぱ伝わらないのか、やっぱりこのネタは伝わらないか、やっぱり伝わらないのか、医者を呼んでくれ、医者、あれだ、え、なんで今知らなかったの頼む、審判を呼んでくれ、試合は中止だ、具合が悪くなってしまった、ビクビクしている、止まらない、トークが持たない、トークが持たない、実況者としてこんなこと言いたくないけどトークが全く持たない、どうにかしてくれ、どうにかしてくれ、どうにか、アホか、やれさっさと、あ、お辞儀だけ、礼儀正しいな、もうこれ最後だわ、なんかもう結構取れたかがあった気がするんだけど、よろしくお願いいたします。さあ行くぞ、戦技黄金保証、あちょっと具合悪い、助けて、そうだそうだ、いやーやっぱ伝わらないかこのネタ、助けてくれ、薬をくださいそうだそうだ、やれ、やるんだ、戦いだ、容赦なく行くんだ、容赦なく行け容赦なく行け、そうだそうだ、いやーやっぱ伝わんねー、難しいな、これを伝えていくのはやっぱり難しい、飽きたわもう。いやーすごかったっすね、勇気万歳、ありがとう。いやすごかったすごかった、なかなかこれ検証としてはね世界初なんじゃないですか、うん、手応え感じましたね、うん、ギリオクラじゃないかもしれないやっぱりこれ今日そういえば池田見ねえな。キノコを捧げよう、やめなさい、このベッド周りで大体下ネタ書くの。こいつ倒すか、仕方ねえからな、鈴玉、どこ行ったどこ行った、おーそこか、びっくりした、こんにちは、アイスビーム、もうアイスビーム使えるか、いった、あー羊が、やべ、キショ、キショが来た、逃げろ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 、ちょっ、危ない危ない危ない、こいつを倒さないとな、うわ来た、やばやばい、キモい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 、やめてやめてやめて、もうなんか今日、ふぅ、アイスビーム、そーら、あら、アイスビーム、クソったれげ、寝てろ、100万年早いわ俺に勝とうなんてな、消えたか、あ、いるいるいる、あいつ、あいつ気づいてないぞ、気づいた気づいた、気づくのかあいつ、よし、この隠密行動、隠密アイスビーム、バカー、おい、どこどこどこ、アイスビーム、はい入った、来るよ次来るよ、次が長いから、はいアイスビーム、この距離いける、届くんだよな、うわすっごアーマードコアみたいな動きしてからんだこいつ、中さメッセージがあった、アイスビーム届かないねこの距離ね、ここいける、ギリギリ届く、知ってるんだよ、うわー柵が、もう何なのこいつ、イライラの元にしかならねえな、おめえは本当に。お、まずは眠り。ところでおそらく元気。綺麗に入ったな。どういうキャラなんだこれ。
クライブか。なるほどな。グライブ、え、グレイブ、ちょっと待って待って、エルデンリングの動画を、まあ、もうちょっといくと300本なんですね、自分。まだキャラの名前覚えてないの、俺、ちゃんと。やばいと思うんだけど。あれ？喉出てこないぞ。ちょっとさ、この屋根の上からさ、アーマードコアスタイルみたいなの倒してみる。これ出てくるよね、多分ね。出てくるから、ここで一気に登って、これ登れるでしょ。あの、よしよし。こうして、ここからだったらさ、余裕で勝てんじゃない？説あるよ。なんか書いてあるぞ。卑怯者。やる前から言うなよ。やる前から言うなよ。やりづらいだろ。おわ、関係ないから卑怯とか。それねえからさ。ゲームに。この下かな。あれ？危な！届きそうで怖いんだけど。アイスビーム、あ、いいね、アイスビーム。ははははは。これぞ。これぞ地の利を利用していくってことなんだよ。あ、鈴田ば、知らねえだろ、お前にはこんな戦い。あー、なんだ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 、ダメだこりゃ、ダメだなこりゃ。あー、危機迫る方法の音楽になっちゃったもん。降臨でいくか。降臨、はい。あー、痛い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 。降臨届くよ、すごい、これすごい行くから。あ、来るよ。あー、頭かすった、ちょん切っちゃうよこれで。アイスラガー、キエンザン、キエンザン、いいねいいねいいね。アイスビーム、よし。最後はちょっとあれだな、アーマードコアらしくさ、大砲でいこうぜ。ここはな、仕方ない、ラジが開かないから飛び降りていこう。よし、くぞ、はずれはずれはずれ、いくぞ、おら、くらえ、やべ、危ない危ない危ない、残念残念、そう簡単に負けない。はい、行くぞ、ドーン。あれ、ちょっと弾が、あいて、全然大丈夫。なに、もう、俺さっきメッセージでさ、多分斧をね持ってるメッセージ見た時に、池田編で見た、池田編で池田が使ってた池田アックスかみたいなこと言ったんですけど、うん、池田はあんなの持ってないですね、正直。もうちょっとPS5 版と PC 版がごちゃごちゃになってる、頭の中で。うん。ちょっと多めに見てください。はい。もうダメだ。めちゃめちゃごちゃごちゃになってる。ということでね。まあ、お待ちかねのこちらをね、今日は挑戦していきますんで。まあ、やっちゃうけどいい？これいるよね。クソジジイが。ダメんじゃねえぞ。ここにもいるんだよ。あれ？違ったか？あれ？これ引いてんのいなかったっけ？いないか。これみんな引いてたってことなのかな、よく考えたらね。みんなこのなんかさ、引くさ、この弦を持ってるよね。弦っていうか。これ全員で引いたら相当うるさくない？近所迷惑だ、この野郎。近所迷惑って言ったら俺だけどな、完全に。なんかこれ取れるものがあるって言ってたな、そういえば。落ちた落ちた。はいはいはい。とりあえず、ま、下を目指しましょうか。ね。やっぱ下を目指さないと意味がないってことだと思うんで。ここですね。完璧なムーブ！はいはい、完璧ですね。これは？これなんだ？このメッセージなんだ？ジャンプ。お、囲み。こっちにジャンプってこと？あ、ここで、そこに右にジャンプするのか。わかりやす。え、ちょっと待って、怖いんだけど、本当に？はい。おお、さすが、すごいね、完璧じゃん。で、どうすんの？え？ってことは、これで、あのメッセージのとこジャンプなのかな？いや、これむずくないか、マジ。難易度高難度だぞ、こんなの。どんなボス戦より難しい。頼む！危ない！あ、俺今日なんかいける気がすんな。で、あのメッセージのとこだろ？ちょっとメンバーメッセージじゃないけど、ここはメッセージを信じていく。そこだよね。いきますよ。いきますよ。はい。うわっ！うまい！そんでアイテムがあって、はい。お、俺今日うまくね？発狂伝染。来ました。お、なんかアイテムあるぞ。ろうそくかい！なんだこれ。これ、あ、なにこれ。この先炎が有効？どういうこと？炎が有効？あ、
これを壊せってことかな、もしかしたらな。じゃやってみるか。多分なんかいるんだろ、一人ぐらい。一人か二人。はい。盾。こいつ生きてる？あ、いるな。こいつの炎を利用するってことなのかな？おい。やれやれ、炎。こっちだ。ここ、ここ。こっち、こっち、こっち。こっちらしいぞ。炎らしいぞ。やれやれやれ、炎。炎。指紋盾取ったから。やれ。炎やれ。それそれそれ。ん？壊れた？壊れてない、壊れてない。もう一回、もう一回、もう一回。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ワンモア、ワンモア。もうちょっとこっち来いよ、お前。そこそこそこ。はい。壊れた？あれ？取ってるかも、これ、俺。なんで取ってんだ？一周目で取ったら取れないの？うわ、いって。うるさい、取ったね。これ取ってんじゃない、俺。何があったんだろう、全然わからない。え、あの下どうやって行くんだ。あ、こっちから降りれるのか。ここか。こっから降りれるんだな。え、こんなラスだっけ。全然覚えてないんだけど。回復しとこ、怖えから、怖えから回復しとく。こいつ生きてね。生きてるな。よくやった、ありがとう。よーしよーし、たどり着いたぞ。安全、つまりよくやった。安全つもりよかった。よっしゃー、来た。うわあ。やめてよ。これ、クルイビルートになっちゃうのかな、開けたら。あれ、ハイータちゃんいないぞ。ん、ここにいたよね。勇気だと思うだろ。あれ、これ開けたら、開けたらあれかな。クルイビルート。これ、クルイビになっちゃうのかな。待って、メッセージ、キノコ、大キノコだから生の時間だ。あれ、開かないな。あれ、キノコが必要ってこと。